本日は数件出版スタディアップノート数学1のまとめ158を行っていこうと思います。次の2次関数に最大値最小値があればそれを求めよう。158は最大値最小値を求める練習の回になります。これまでと同様にまずはグラフを書き、そして定義域の両端と頂点における y の値に着目して最大値最小値を求めていきます。与えられている式が y イコール ax2 プラス bx プラス c の形であるものが多いので、グラフを書くためにまずは平方完成を行い、頂点の座標が分かる形に直しグラフを書いていきます。括弧1 y イコールマイナス 2x2 マイナス 8x プラス1はグラフを書くためにまずは平方完成をしていくと、マイナス2括弧 x プラス2の2乗プラス9と変形できます。ここからグラフを書いていくと、基本の形は y イコールマイナス 2x2 のグラフになり、上に凸のグラフで、これを x 軸方向にマイナス2、y 軸方向に9だけ平行移動した形になるので、グラフが左上にずれたように頂点をマイナス2カンマ9に移動させ、このようなグラフを点線で書きます。次に定義域の両端における y の値を求めると、x の値を式に代入し、x がマイナス4の時 y は1、x がマイナス1の時 y は7となるので、これらをグラフに入れると、x がマイナス4からマイナス1の間を実線にし、このようなグラフを書き、そうすると実線部分の一番上の y の値が最大値、一番下の y の値が最小値となります。よって、グラフから x イコール2で最大値9を取り、x イコールマイナス4で最小値1を取るが答えとなります。括弧に y イコール4分の 1x2 では、こちらの式はそのままグラフが書けますので、下に凸のグラフで頂点を 0,0 にし、このようなグラフを点線で書きます。次に定義域の両端における y の値を求めると、x の値を式に代入し、x がマイナス6の時 y は9、x がマイナス2の時 y は1となるので、これらをグラフに入れると、x がマイナス6からマイナス2の間を実線にし、このようなグラフを書き、そうすると実線部分の一番上の y の値が最大値、一番下の値が最小値となります。よって、グラフから x イコールマイナス6で最大値9を取り、x イコールマイナス2で最小値1を取るが答えとなります。括弧3 y イコールマイナス x 2乗マイナス 2x プラス10では、グラフを書くためにまずは平方完成していくと、マイナス括弧 x プラス1の2乗プラス11と変形できます。ここからグラフを書いていくと、
基本の形は y イコールマイナス x 2乗のグラフになり、上に凸のグラフで、これを x 軸方向にマイナス1、y 軸方向に11だけ平行移動した形になるので、グラフが左上にずれたように頂点をマイナス1カンマ11に移動させ、このようなグラフを、今回は定義域がないのでそのまま実線で書きます。よって x イコールマイナス1で最大値11を取り、最小値はいくらでも小さい値を取るため最小値はないと表し答えとなります。括弧4、 y イコール 2x2 乗プラス 8x プラス3では、グラフを書くためにまずは平方完成していくと、2括弧 x プラス2の2乗マイナス5と変形できます。ここからグラフを書いていくと、基本の形は y イコール 2x2 乗のグラフになり、下に凸のグラフで、これを x 軸方向にマイナス2、y 軸方向にマイナス5だけ平行移動した形になるので、グラフが左下にずれたように頂点をマイナス2カンママイナス5に移動させ、このようなグラフを点線で書きます。次に、定義域の両端における y の値を求めると、x の値を式に代入し、 x がマイナス3の時 y はマイナス3、 x が0の時 y は3となるので、これらをグラフに入れると、 x がマイナス3から0の間を実線にし、このようなグラフを書きます。そうすると、実線部分の一番下のy の値はそのまま最小値となりますが、一番上の y の値は定義域にイコールがなく白丸になってしまうので、このような場合最大値は取れず最大値はないと表します。よってグラフから最大値はないと表し、 x イコールマイナス2で最小値マイナス5を取るが答えとなります。括弧 y イコールマイナス x 2乗プラス 2x プラス5では、グラフを書くためにまずは平方完成していくと、マイナス括弧 x マイナス1の2乗プラス6と変形できます。ここからグラフを書いていくと、基本の形は y イコールマイナス x 2乗のグラフになり、上に凸のグラフで、これを x 軸方向に1、y 軸方向に6だけ平行移動した形になるので、グラフが右上にずれたように頂点を1カンマ6に移動させ、このようなグラフを点線で書きます。次に、定義域の両端における y の値を求めると、x の値を式に代入し、x が2の時、y は5、x が4の時 y はマイナス3となるので、これらをグラフに入れると、 x が2から4の間を実線にし、このようなグラフを書き、そうすると実線部分の一番上の y の値が最大値、一番下の y の値が最小値となります。よってグラフから x イコール2で最大値5を取り、x イコール4で最小値マイナス3を取るが答えとなります。
括弧6 y イコール 2x2 乗マイナス 6x マイナス4ではグラフを書くためにまずは平方完成していくと2括弧 x マイナス2分の3の2乗マイナス2分の11と変形できます。ここからグラフを書いていくと基本の形は y イコール 2x2 乗のグラフになり下に凸のグラフでこれを x 軸方向に2分の3 y 軸方向にマイナス2分の17だけ平行移動した形になるのでグラフが右下にずれたように頂点を2分の3カンママイナス2分の17に移動させこのようなグラフを点線で書きます。次に定義域の両端における y の値を求めると x の値を式に代入し x がマイナス1の時 y は4 x が3の時 y はマイナス4となるのでこれらをグラフに入れると x がマイナス1から3の間を実線にしこのようなグラフを書きそうすると実線部分の一番上の y の値が最大値一番下の y の値が最小値となります。よってグラフから x イコールマイナス1で最大値4を取り x イコール2分の3で最小値マイナス2分の17を取るが答えとなります。もしよろしければチャンネル登録・高評価いただけたら次の動画の作成の動機になりますのでよろしくお願いいたします。またお近くにお住まいの方で塾を探しの方がいらっしゃいましたらただいま無料体験授業を行っておりますのでこちらの番号にお気軽にお電話ください。その際には無料体験授業を受けたいという形でお電話いただければスムーズに受け付けできますのでよろしくお願いいたします。